皆様こんにちは。誤字、脱字のせいでとんでもない誤解を生んでしまったまさまさです。それを横で笑ってたねんです。現在は東西線、南砂町、西葛西を走行中、大手町駅から京葉線を使うと思った人残念でした。早いけどコメント返し。いつもご視聴ありがとうございます。これは P 名一生つかないやつやん。リアルでも特徴がない。特徴がなさすぎて困るやつ。23区だけでもこんだけ走ってるからね。よくこんなに作ったよ。悲しいと黒 P の定め。広告ありがとうございます。これでコメント返し終わります。この後は実質武蔵野線の京葉線に乗ります。今は7時44分だね。というかこのフクトバックのせいで痛い目で見られる。それでピタマスターが悪い。乗り換え改札に切符入れてスイカ押すの結構大変。これで南船橋までとりあえず行きます。混雑結構してた。この辺はデルタ線になってて貨物線の名残が残ってるね。この辺はよく知らんけん、知りたい人はググってください。一つ言えることは二俣新町を目の前で通過することができます。高速を並走するのも京葉線らしいよね。大体は車に抜かされるけどね。結構降りる人がおるなぁとか思いつつ南船橋に到着。205系も置き換えで引退が迫ってきてるから記録は早めにした方がいいね。ラストランは荒れるでしょうしね。ケヨ34がいるね。珍しい。こいつも転属するとかしないとか。ちゃんとした写真撮りたいね。京葉線は舞浜とか県三河浜とか駅から撮れる場所多いからね。大回りしながら撮りに行きってもいいかも。ということで快速で海浜幕張までひとっ飛びよ。今は京葉快速って言わないんでしたっけ。最近になってなくなったらしいね。その辺は乗った後簡単に説明しようか。長くなりそうだから簡単にまとめてね。もともとは武蔵野線直通の快速特別するために、直通列車は武蔵野快速、京葉線快速は京葉快速と区別されてたけど、京葉線の朝ラッシュの快速廃止に紛れて武蔵野快速は終日廃止になったんだよね。2016年までは京葉快速の表記が残ってたけど、後数の導入で表示が快速になっちゃったんだよね。現在も平日の7時台8時台の快速はないよ。休日はこの時間帯にも快速があるから舞浜の国に行くやメッセでイベントある時にハビンリになってるね。結構京葉快速好きだったんだけどな。相性もなくなるのは残念だよね。いつから解説動画になったんですか。前回みたいにタイトル詐欺になりそうだからカットしちゃうよ。やーっと幕張に着いたよ。ここではニューデイズコラボの商品が一部販売されているよ。駅からメッセまで移動中。ねーこにっこ動画。調整が下手なのを、キモい。調整が下手なのは小学生までだよねー。
いつまで経っても調整が良くならないまさまさが、動画編集10日目、午前2時くらいをお知らせします。正直この辺が一番辛かった。なぜ時報を流し出し、時報作るのに30分かかった。後悔はしていない。当日券をなんとか獲得して入場列に並ぶんだけど、並んでるね、すごい。去年こんなに並んだっけ？にしても1時間近く暇だね。じゃあここでたまりにたまってるオツネタ旅行集のコーナー、ネーミングセンスないな。では早速一つ目、これは高尾山に登った時のやつだね。マスター、山登れたんだ。失礼な、高尾山程度簡単に登れるわい。なんでボスになったんですか。画質が写真も動画も良くないってのが一番の理由。あとは記憶が単純にない。まあ画質が悪いなら仕方ないね。では2個目、これは189系朝マイロに乗った大回りだよ。これこそなんでボスにしたんですか。実はこの後これよりも記憶に残る出来事があったわけであって、その時の映像がこちら。まあ局地的な豪雨に襲われて半ばパニック状態。これはなんとも微妙な動画になりそうだね。以上ボスネタのコーナーでした。やっと入れた。他の3人は後で合流する予定だよ。得点は何が当たるかな。普通なら当たりなんだけど、リンちゃんが良かったな。まあいいんじゃない。今回の目玉はなんといっても鏡目10周年企画でしょ。むしろこれのために来たり。ピンボケがひどいのはなんとかならないんですかね。ちなみにここの近くでは鏡目大浪曲を流してるみたい。白の娘小説良かったよね。いやーこれはこう、緑、青、赤、全部読んで解けるところもあるし、全部読むこと。特設のパネルとかもあるね。おー、マスダーレンくん。お、みんな来た。ゆかちゃんだ、みくちゃんもいる。初めて来たけど人すごいね。まあ公式のイベントでも1番2番を争うくらい大きいからね。それなりに人が来るんだよきっと。実際に目の前にいますし、私うまく撮れなかったからミクさんは後日撮ったよ。いつまで私写しでんの。え、一生写してもいいんだよ。そうするとリンハイがこぞってやってくる。うわぁ、ゾンビしものですよそれ。言われてるぞ画面の前のリンハイ。あんたのことだよ。まあね、自分がリンハイだから仕方ないよ。それでいいのか。それじゃあ次のエリアに行く前に動画閉めるかな。少し早くない。次のエリア行くとまた時間がかかりそうだからね。トークロイド投稿遅れて申し訳ありませんでした。投稿が遅れたのはテスト期間とかぶっていて制作時間がなかったんです。だからね、仕方ないよね。え、ディーバしてたんだろって。そんなことないですよ。性癖全開だけど気にしない気にしない。スオーちゃんもカゲロウちゃんも好きすぎてヤバいんですが、さてそんなことは置いといて、次回作は予告通り旅行機でないと黒です。まあ27日のあれですね。いろんな文字が出てくるのでお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。